はいえー、では第7課の文法の説明をしますまず1番ですけれども「えー、ではそれではじゃ」というものなんですけれども、えー、これは文の一番初め最初に、えーとえー、と起こりますでまあ意味としてはですね、まあ、英語の「than」とか if,「uh, if that is the case」とか「in that case」なんですけれども「まあ、ではそれでは」 それからこの「じゃ」っていうのは、えー、ちょっとインフォーマルなあの話し言葉の時によく使います。はい2番、えーっと「その上」なんですけれども、えー、これはまあ英語の「in addition」と同じ意味です。えー、例えばですね、えーっと「運動は体にいい」「その上、in addition 心の 健康にもいい。これもですね、文の一番初めに来ます。で、大抵あのこんな風に点をつけます。こ点をつ使いますので、忘れないでください。はい、えっと三番です。えっと三番はですね、このさえという言葉なんですけれども、あの意味は even という意味なんですけれども、ここでちょっと気をつけて欲しいのはですね。 えっと、日本語の中で、えっと、このケースマーカーパーティクル助詞、えっと、これ実は日本語どちらもあの助詞なんですけれども特にこのケースマーカーの時には、えー、格助詞という言葉がありますがこんな言葉は覚えなくても、えー、大丈夫ですがこの日本語の和がを、えー、これはケースマーカーです。ここれはですねこのケース、えー、っと助詞 だけに本当の意味がなくて、グラマティカルファンクションを、えー、と出すものです。でも、これとコントラストなんですけれども、でとか、ととかにから、もちろん、えもそうですけれども、それからまで、までに、こういったものはですね、えー、とそのパーティクル themselves、they have meanings で。ですから、このケースマーカーとパーとィクルはえっ、ー、とは違います。 で、えっ、ー、と、ここの、さえなんですけれども、さえは、can replace those case markers。でも、普通のパーティクル助詞の時は、えー、このさえのリプレイスメントはありません。例えばですね、えっ、ー、と、納豆さえ食べるらしい。これは納豆をですから、あの、おのリプレイスメントをしなくちゃいけません。でも、例えば、 猫や犬とさえこんな風にこの「と」っていうのは普通のパーティクルですからレ、えっと、メインしますですから猫や犬とさえ会話,会話ができるんだここちょっと気をつけてください、はい、4番ですけれども何々向けという言葉ですこれは made for とか for the use of の意味なんですけれどもあのパターンとしてはですねまず X は何々向けだプレディケットに入った時には X is for 何々例えばこれはとかこの本は子供向けだ This is for children でも、えっと、アドバービアルな使い方例えばこの本は 子供向けに作ったたあるいは書かれたこれでもいいですけれどもそれからナウンのモディフィケーションこれも大丈夫です。その時には「の、no」を忘れないでください。例えば「これは子ども向けの本だ、えー」こんな使い方があります。はいえっ、ー、と五番です。何々であるなんですけれども えー、日本語語のところで「だたい」「であるたい」っていうのを勉強したんですけれども「まあ、である」っていうのはフォーマルプレインフォームオブ「まあ、form plain form of だ」なんですけれども「えー、とだ」とちょっとビヘイビアがが、えー、違うところがあります例えば「えー、とだ」っていうものはですね「らしい」とか「かもしれない」何々に違いないの前はダメなんですけれども例えば、えー、彼はフランス人。 えー、だかもしれないってダメです、えー、フランス人かもしれないでも「である」の時にはこれが、えー、と大丈夫大丈夫っていうか使わなくちゃいけませんそう、えー、と彼はフランス人であるかもしれない、えー、こんな風にですね「だ」と「である」意味は同じなんですけれども、まあ、もちろんであるの方がもうちょっとフォーマルなんですけれども、えー、でもあのシンタクティックビヘイビアが少し違うので気をつけてください。 同じ時ももちろんあります、えーえっと、それを気をつけてくださいはいはい6番です、えっと、6番は何何出す、えっと、これあのバーブますって書いてありますけれどもこれ、えっと、ステムフォームですそう例えば食べる、えっと、ルーバーブの時には食べ出すとか、えー、それから何だ、えっと、ウーバーブの時例えば書く かきいいですね、ステムはますさようならフォームですけれども、えー、出すこんな使い方なんですけれどもフォーム、えー、それからし出すとかっていうですねで、えー、とここにあの書いてあるんですけれども基本的に2つの意味があります1つは Someone makes something available とか、えー、例えば生み出すそれから見つけ出すっていうそんな使い方があります 2、えー、番目の意味としては本当に「begin something」という例えば笑い出す start laughing それから動き出す「えー、begin to move」なんですけれども、えー、ここですよねちょっと1番を見てください、えー、ピクニックの途中で急に雨が降り出した。 えー、これはあの2番の方の,いい、ね、あの begin r a i g n i n g なんですけれども、まあ、b e g i n r a i n i n g なんですけれども、えー、じゃあ,あのこの始めるっていうのとそれから、えー、と出すっていうのでどんな違いがありますかって言ったらここにあるんですけれども、えー、もう少しこのなんですか出すっていう方が abrupt and non-volitional action、uh, という、えー、ニュアンスがあります。だから 急にっていうのが出てくるとですね、急に雨が降り出したの方がずっときれいです。それから赤ちゃんが泣き出した、abruptness というニュアンスが入ってきます。それからですね、この3番のインスタントラーメンを作り出した、これはですね、多分この1番の方のこの意味が入っていると思います。何か あの make something instant f r a m available、uh, というニュアンスがあるので,で、それをお願いします。はい、えっ、ー、と七番えっ、ー、とですけれども、えっ、ー、と何々ない何々はない、えー、というので、これあのダブルネガティブなんですけれども、えっ、ー、とちょっと一緒に例文を見ていきましょう。このクラスには宿題をしない学生はいない。 There's i no student who don't do homework ですから意味としてはこれえっ、ー、とこのクラスの学生はみんな宿題をしますという意味です。それを気をつけてください。はいえっ、ー、とじゃあパート1はこれで終わります。